よろしくお願いします。どうもこんにちは。手はこの割と根元、右手が上にあるっていう感覚だった方が正しいスイングを覚えやすい。両手が離れてると、はい、本当だ、考えやすいです。徐々に踏み込んでグッと入れて。どうですか？別人ですね。まあ、そのなんか素振りだけで面白くないっていう人のために、はいはい、作って、あ、そう、これ出たやってみたかったんですよ。これは縦ごとで手構えて、はい、でそれで、じゃあさっき言った8でポンと止めながらでいいです。1、2、2、はい、3、トップ、はい、4、はい、5、はい、6、ポン、オッケー、できたよね、はい、フィニッシュ、うん、おーいだー今ちょっとね、5と6の間できたけど、でも全然どうですか、スイングビデオ撮ってて。5と6がいいです。綺麗になったよね、当たりそうになった、ちゃんと5になった瞬間。じゃあもう一回言いましょう。僕はビデオは見れないから、はい、iPhone で斉藤さんの撮りますから。よかったな、使い方分かった、はい、1、2、3、4、5、6。まあ、ちょっとね、ちょっとリスクが強いけど、でもスイングは綺麗だったね。何て言うの、捕まってる、ね、うん、スピンアウトはしてないです。してないです、はい、足出てない。でも角度、その縦ごとの角度が根本的に増し合ってるんで、まあ、またそれは次の機会やりますけれど、うちがやるその通過記念のセミナーがあって、まあ、これでボールが打てないってことはスイングにかなり問題があるんで、ちょっと高くなりました、はい、こういうのがあるんですよ、うちの中で。これどうする？それをポンと打ってください。これ打つんですか？はい、あ、もっとちゃんと普通にスイングをして、普通に、あ、それはそれでいいね、普通にボールをフルショットする。あ、普通にパンって打つ、はい、パンって打ってください。あ、じゃあこれも飛ばしちゃうぐらいの感じ。いやいや、ボールだけを打ってボールだけを、はい、しっかりポンと打ってください、はい、ボールが飛ばない。あれ、ボールが飛ばないです、はい、ゴムに当たったね。ゴムだったらまだゆっくりだからね、もっとちゃんと、もっと、はい、フルショット、フルショット7番で何ヤードと思うか知らないけど、それぐらいフルショットですか？フルショットね、7番で130ヤードとかしてください。じゃあ行きましょう、はい、おー、ナーイスナーイス、こうなるんです。これがゴルフなんです。だから間違ってるのこれを教えてくれるんです。でも最後やります。おで、今度じゃあ修正してください。今のスピードで振って、じゃあ私は今度ちゃんとボールを打つぞとスイングしてください。今なんで打ったか、いや、まあまあ自分の中で考える。一瞬考えていいですか？はい、ここ打ってんだよな、うん、え、なんでこれ分かり合ったの？これ分かり合ったの？綺麗に残ってる、綺麗に飛ぶでしょ、はい、何考えても、何考えても僕には分からないですねなんで？だからこのクラブの振り方をまだ間違ってる。クラブを自分の思ったとこに振らなきゃいけないんですよ。で、今だったらこうやって振って、こうやってここ叩いてあげたい。ってことは基本的にクラブの、そのいわゆるプレーンって、スイングプレーンって聞いたことありますよね。だからプレーンにクラブは動いてない。うん、だからこうやって、よいしょ、ずっと置いて。よいしょ。おぉ。簡単ですよ。簡単ですよ。まあ、いくらでも、今ちょっと右行ったけど、よいしょ、絶対下には行かないんですよ、クラブ。え、絶対そのゴムにも当たらないですか？ゴムも当たってないじゃないですか。よく見ててね、何をするか見とかないと思うんですよ。まずは体も。スッ。絶対に、絶対に。下には何かわかんないです。いや、もう一回やるじゃんってね。いやいや、違いはあるでしょ。何かは見てください。よいしょ、スッ、スッ、完璧ですね、今、うん、スッ、おー、だいぶいて、そう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 、スッ、おー、おー、よくなってきた、よくなってきたなんか掴んだ、掴んだ、マークさんの動きでスッってやってたもん、掴んだ。でもこれが受けないとゴルフのスイングはやっぱできてないんですよ。はい、ちょっと手を上げて、もうちょっと僕もっと手が上がって、いや、構えた時にもうちょっとこうやって手突っ張って、そうそうそう、そうやってましたよね。やってました。手突っ張ったわけです。そう、おお、当たりづらいな。す
ス。そう、行こう。惜しい惜しい、惜しい、今のはだって青いとこ当たってないもん。本当ですか。あ、フルとか当たって、惜しい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 。ボールとゴム機の間。そうそうそう、惜しい惜しい惜しい。そうそうそう。オッケー、ナイス。そのままできた。これがいいね、やっぱ3回やってんの見て。そうするとゴルフで一番スイングが一番大事なのは何だっけ、スピンアウトもしないし、体の正面で手がこんなロックもされないし、そうそうなんです。だからこれが打てないと、これが打てたらゴルフが上手くなるわけじゃないんだけど、これが打ててない人がゴルフが上手くなることはない。絶対にないです。いい気に。佐久間さん、何を掴んだんですか、マークさんの手。え、今伸ばしてっていうのが一番のポイントだと思うんですよ。うん。で、そうそうそう、脇締めて。ほら、見て見て、うん。腕の長さ変わってません？うん。腕の長さ変わってるじゃん、ほら。で、体動かさないで。で、腕の長さほら変わったじゃん。素晴らしい。もう超えてるじゃない。今縦ごとの動きができた。だから縦ごとの動きができればこれは出る。そう。だそんな、その手でよじらなくていいわけ、うん。このタイミングだけあれば手で無理によじる必要ないじゃん。なんでまた手首使ってんの、勝手に動いちゃった。そうそうそう、それでいい、スッスッスッ、でそこで肘畳んでポンスッ、でそこでもっと体を回せば、これそうそう、それで普通はスッ、じゃあここにボールがあると思ってみて、同じ、はいはい、スッスッスッ、プレーになるじゃない、スッそうスッそう、ちょっと今見てたらプレーンが、プレーンでクラブとね、まあ、こう振ろうという意識ですよね。で、これ直すのも簡単だ。こう、うん、でもね、家の中で座ってやればできるから、でね、はい、こう壁があります、はい、椅子座りました、座りました。今のサイズさんはここからこうやって振ってるね、はい、左側にやる、はい、ゴルフってこう、皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントも募集しています。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。